ここを先に行っちまった灯しのぶこと、ああああどんなに辛くても、ああああ生きてやる、わずかにすれ違う言葉
歩いていたいこの想い、そんな気持ちを伝えたい。心は揺れる山初めて聴く方が多いと思うんですけども、オリジナルのいいところを間違っても分かんないっていうね、そういうところがあります。続きまして、ちょっと季節外れの歌ですけども、あの桜という歌を歌います。この歌の主人公はおばあちゃんで、おばあちゃんが若い頃大好きな人がいて、その人は戦争に、そして無事に帰ってきたら桜の木の下で会おうよっていう、そういう歌です。また会おうと誓う。